ウォーターセブンを出航後、不気味な海域フロリアントライアングルに迷い込む一味。そこでヨミヨミの実を食べた骸骨のブルックと出会う。死んで骨だけ、ブルックです。どうぞよろしく。オオカ七部海月光モリアに奪われた影を取り返したいブルックと共に、一味はモリアが支配する島スリラーパークに乗り込み、激闘の末モリアを倒すことに成功した一味だが、そこにもう一人の七部海バーソロミュークマが現れた。政府の命令でルフィを狙うクマの攻撃で全滅寸前まで追い込まれた一味だが、唯一意識を保っていたゾロの命がけの交渉により窮地を逃れる。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何もなかった。ブルックを仲間に迎え入れた一味はグランドラインを半周した地点レッドラインに到達する。新世界に入る下準備のためシャボンディ諸島へ向かう途中、一味はかつてイーストブルーで戦った魚人ハッちゃんと再会。ハッちゃんと和解した一味は彼の案内でシャボンディ諸島に上陸する。しかしそこでは天竜人と呼ばれる者たちが横暴な行為を繰り返していた。天竜人とは世界政府を作った王たちの末裔であり、もし逆らえばたちまち海軍大将が派遣されるという。そんな彼らとの間にいさかいを起こし、ハッちゃんが撃たれる。それを目の当たりにしたルフィは激怒し、天竜人の一人を殴り飛ばしてしまう。この一大事件は瞬く間に海軍に伝わり、一味は完全に包囲される。絶体絶命の状況で一人の男が姿を現した。その麦わら帽子は精悍な男によく似合う。会いたかったぞ、モンキー D ルフィ。始まるんだよ、新しい時代が。一方その頃、シャボンディ諸島の各地には超新星と呼ばれる懸賞金額億超えのルーキー海賊たちが集結していた。大変なことになった。麦わらのルフィが天竜人をぶっ飛ばしたって。船の出航準備は。昨日すでに。今すぐ船に向かう。大将なんぞに出てこられてたまるか。出航準備だけしておけ。はい、直ちに。さて誰が出てくるか。ホーキンス船長。落ち着け。今日俺の命日とは出ていない。天竜人を殴っただと。本気か。噂通りの怒り具合だな、麦わらのルフィ。大将と今ぶつかるのはごめんだが、挨拶くらいはしてやろうじゃねえか。面白いもんを見逃したようだ。麦わら屋か。顔を見に行くとしよう。
予想より海軍の動きが早いな。おい、ドレークや。手伝ってやろうか。死の外科医、トラファルガー・ロー。俺に構う必要はない。戦闘死亡率 0%。 迷惑な連中だ。おかげでこっちもただじゃ済まねえ。カポネ・ギャン・ベッジか。今俺たちに思想は見えない。ローマの層、君の悪い能力だな。魔術師バジル・ホーキンス、野郎ども、やり合う準備はいいか。はい、マーサー。やつらの負けだ。兵力差でな。天竜人を殴るとは正気じゃねえな。完全に包囲される前にここを動かなければ。麦わらがどれほどの男か確かめてよ。すっかり敵に囲まれてやがる。術師バジル・ホーキンス、動けな、撃つぞ。ストローマンの出番はなさそうだな。面白くねえ展開だな。倒しても倒しても敵が湧いてくる。これでこの辺りはしばらく安全なはずだ。同じ世代同士、仲良くやろうじゃねえか。消し止め。貴様、ヤングベッジだな。観念しろ、海へは出さんぞ。おめえらの負けだ。兵力差でな。ラジオナイフ。しなければ。
道ができた。今のうちに去るとしよう。やってるな。逃がすな。おい、逃げた連中に釣られて海軍が散ったな。交通進むぞ。消し止め、消し止め。騒ぎの大きい方に行けば麦わら屋にたどり着くはずだ。海軍どもの様子からして麦わらがあっちにいるのは間違いねえ。どりゃ、これ以上進めねえな。てめえらの武器をよこしな。ラジオ、これだけ海兵が嫌がるの。チェリーに繋ぐ。これ以上は進めねえか。デュースタスよ、お前も麦わら屋を見に来たか。ああ、どんなにイカれた野郎か、この目で確かめてやる。トラファルガーロー、インスタスキッド排除する。消し止め、消し止め。俺の名を知ってんのか。どりゃ、なんだこの島に七部会が。止め！どうにか撃退できたが、七部会とやり合う羽目になるとはな。本当にクマ本人だったのか。まあいい、今は麦わら屋だ。はあ、やるもんだな。